お帰りなさい。じゃ、あ続きましての情報2のところですね。また、エキスパートの皆さんからと q&a セッションお願いします、はい。はい、それではですね。次のセッションです。がんの世界はどう変わる未来へのビジョンです。それ、鈴江さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 皆さんあの本当ここまで朝からぎゅうぎゅう詰めの日程でお疲れ出てないでしょうかあの食べる時間、そしてトイレ行く時間もままならないぐらいハードですけれども本当に有意義な時間が過ごせていると思います。えここからは がんの最先端のお話そして未来はどうなっていくのかというところをお話ししたいと思います改めまして私日本テレビアナウンサーの鈴江奈々と申します鈴木美穂さんとはですね大学時代からのつながりで美穂さんと私意外にもダンサーでしてやんちゃな時代はダンサーつながりで美穂さんとつながりがあってそしてメディアの立場でもずっと一緒に仕事をしてきました 私自身の話をしますと母が3年前に血液のがんになって育児と仕事の両立をしながら母に頼っていたところをいきなり母に頼られるという患者を支えるという立場になった時に改めてそのがんという病気と向き合うことの難しさそして大変さというのも実感しましたその中で皆さんが前向きに暮らしていける一助となるようなセッションができたらと思います。 では早速ですがこちらにいらっしゃる素晴らしい先生方ご紹介したいと思いますがそれぞれからお話を伺いながらセッションを進めていきますまず最初はですね国立がん研究センターでがんの予防そして検診などを研究されている室長の水田さんお願いしますお願いしますじゃあまず水田さんから8分間のセッションお願いします 国立がん研究センターの溝田と申します。本日、あの貴重な時間を使っていただきありがとうございます。えっ、ー、とあのスライドなんですけど、さっきからうまくいけてないみたいで、あのこっちいいですかね？あ、大丈夫ですね。あの。 ちょっと張り切ってアニメーションをたくさん入れてしまったので逆にドキドキしてるんですけれどもあの初めましてということで私あの国立がん研究センターの保健社会学研究部というところで専門としてはこの保健業社会学健康教育学を専門とする社会学者ですで現在行っている研究はがんの予後に影響を与える生活習慣を調べる研究とかあとはがんの予防行動やがんの検診受診行動というこの行動を社会に広げるというような研究をしていましてで本日お話しさせてきます いただく内容につきましては、あのこちらで検索していただいたらこのプロジェクトのところであの載っているのでぜひご覧ください。であの本日なんですけれどもあの先ほどのタイトルにもあります通り、私たちとして一番伝えたいことはこの一緒に癌検診を広めませんかということです。なのであのぜひ皆さんご自身の立場でどんなことでお互こう協力できるかというようなことを考えていただいて、ぜひ私にあの私たちにこうお力とかお知恵をお貸しいただければと思います。 でまずがん予防についてはあの先ほど若尾先生の方からもお話があったのであの駆け足でいきますけれどもあの男性の方では喫煙ウイルス飲酒で女性に関してはえもう喫煙とかウイルスとかですね債務みたいなものがまあ 影響しているというようなことがあって、それであの国立がん研究センターのがん情報サービスの方で、がん予防方法の提示であるとか、あとそれぞれの項目について、目安の量みたいなものも示してお知らせしています。すいません がん予防法の,この実践に関してなんですけれどもがん、まあ、理観のない方についてはもちろんがん予防になるということがあるんですけどがん理観経験のある方についても他のがんの予防であるとか生活習慣の予防あと最近研究が出始めているのはこがんの予後改善効果が期待できるということなのでぜひこの身体活動喫煙肥満等についてがん経験者の方も 意識されるといいかと思うんですけれどもこれで十分なのかということで見ていくと先ほどの再建なんですけれどもこれで見るとこの逆に男性の5割女性の7割のがんについては生活習慣の改善では予防ができないということでこうがんにかかってしまった場合の対応早期発見と適切な治療が必要になります。 でこちらはもしがん検診を全員が受けたらということで私たちが推計した結果なんですけれどもこの胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、子宮頸がんについて受診率が50%になった場合にどのぐらい死亡率が減少するのかで100%にもしなったらどのぐらい亡くなる人が減るのかというのを試算してみたんですけどこれですと例えば100%になったら乳がんでも12.6%亡くなる方が減るで一番大きい子宮頸がんですと72.9%の方。 のこの死亡者数が減少するというようなことが推計されていて受診者が増えればそれだけ多くの命が助かるということが分かっています。ですが残念なことに今日本のがん検診については50%に満たない。 ものが多いまだまだ達していない100%なんてまとんでもないというような現状です。でがん検診受診への働きかけというのは今までもされていたんですけれども今まではがん検診の大切さを分かってもらって理解してもらおう行動してもらおうというような働きかけが行われてきました。だだだだけけどこういううい教育的だったりととかこう情報提供だけだと個人の言う やっぱりその個人の努力に委ねるっていうふうになってしまってこれには限界があるということで最近新しい視点の変化でがん検診を受けやすいふと気づくと受けていたというような環境を作ることが大事なんじゃないかということが注目され始めて教育的アプローチから環境的アプローチへとなるんですけれどもそこで行動科学とかソーシャルマーケティングとかナッ t とかそういう新しい手法が、まあ 活用され始めていますで私たちはそのようなことをやっているんですけれどもとこれがさまざまな行動科学を使ったがん検診受診資材をまご提供していましてでこちらにつきましてはあのみんなホームページの方に載せているのでぜひご覧ください2017年度は89市区町村から127万人の方に配られました。 でまあ、乳がん検診はがきを使った取り組みを例にご紹介していきますと、こちらが表でこちらが裏になって、圧着はがきになっていますけれども、どでこのまず特徴の一点目としては、ソーシャルマーケティングというものを活用しています。でこれは商品等のののプロモーーションンマーケティングの手法を公衆衛生に取り組む 取り入れるという試みなんですけどまあ未受診しない理由はさまざまだからこう受けましょう、受けましょうとただ言っていても仕方がないということでこのマーケティングの基本、ターゲットを細分化してそれぞれの人がどんなことを思っていてどんなメッセージを送ればいいのかというのをあの使うというものなんですけどもこれで乳がん検診を受けない人の気持ちをついて調べてみると私は絶対に大丈夫と思っている無関心な人がんがん見つかるのが怖いからという関心があったけど不安な人でまあ受けようと思っているんだ けど何となくきっかけがない人という3パターンに分かれるということが分かりましてそれぞれの人に対して伝えるメッセージは大丈夫って思ってる人には大丈夫じゃないですよっていうことを伝えて不安な人には早く見つけたら治るからっていうのを伝えてまあ受けようと思ってる人にはもうこうしてこうしてこうしたら簡単に受けられるから受けてくださいというような感じにお伝えするというのを使っています。特徴ののの点目ナナッッ活用ととといいいううう最近流行っっててるる言葉なんですすけどナッチというのは直訳するとこう肘をつつく そういうことなんですけれどもこの人が行動するときの選択の癖を使ってと そういういものを理解して人々を望ましい行動に誘導するようなアプローチなんですけどまあそれを使って例えばこう失うの今このタイミングを逃したらとかタイムリーとか社会規範とかそういうものとかなんですけど例えばこう0円で受けられます500円で受けられますっていうのが多分今までの自治体等のお知らせだったと思うんですけどそうではなくて自治体から1万円の助成がありますっていうことでこう本当は高価な価値のある検診が今だったら安くお得に受けられますよっていうようなそういう安かろう悪か あろうじゃないんですよっていうようなことをお伝えするっていうこととかあとはあのナーチの活用ということでこのハガキを使ってテレビと個別通知の組み合わせを行いましたこれが NHK の合点 とというところの番組に協力していただきまして番組でこのプロの力で乳がん検診の重要性を楽しく伝える知識を増やして関心を高めるのと同時に同じタイミングで自分宛のこのハガキが届くことで不特定多数の人に伝えられている情報がそうじゃない自分宛なんだっていうふうに分かってもらうということで相乗効果を狙うということをしました。 こちらにつきましては9月5日の放送でこんな感じで放送していただきまして44都道府県360を超える市町村からこう送付されて市町村のホームページで紹介してもらったほか例えばあの市長さんがツイッターでつぶやいたりなんかもしていたりいろいろ皆さん広報もしてくださっていて。 であと医療機関の方でもこんなのやりますよというようなことをこう案内してくださったりで放送後の反応としましては申し込みの電話が朝から鳴りやみませんでしたとかあとは自治体によってはこう受診枠を増やしたりとかしてもくださったところもあって、まあ、速報値なんですけれども前年度と比べて受診者が1.5倍から7.6倍にえっと増えているというような結果もありました。 こっこまではまあ私たちも予想していたんですけれども予想外のこう反応としましてはこうツイッターとかブログで検診を受けようみたいにこう言って広げてくださる方とかがん経験者や一般の方からこうお手伝いできることありませんかみたいなご連絡をいただいたりとかこれはツイッターなんですけどあとはその放送の翌日から NHK の方に1000件を超えるあの激励のメッセージをいただいたりとかもう皆さんとても好意的にこうやって。 応援してくださったような、そういうことがありました。で、最後にぜひお力をお貸しください。ということで、今回私たちはまあ自分たちの知ってる範囲でがんセンターと。あと nhk メディアとあとはこの。 都道府市町村と一緒にやってきたんですけれども、まあ、この反応予想外の方からのご協力をいただいてもっと広く多くの方にご協力をお願いできたかもしれないなというのが、まあ、今回の反省で現在次何かしようと思って検討中なんですけれどもあのこの国だったりがん経験者とか広く多くの一般の方医療機関とかあとは企業だったりその他さまざまな立場で、えっと、皆さん是非私たちにこうお力をお貸しくださいというあのお知恵をお借りしてこうみんなでこう検診受診 患者を増やす癌で苦しむ人を減らすためにこう何かやっていきたいと思っていますのであのぜひお声掛けいただければと思います。失礼。以上です。ありがとうございました。あの。 先ほどのセッションでまたスライドにあのぜひどんどん質問を寄せていただきたいと思います。あの検診1つとってもいろんな新しいものが出てきていると思いますしじゃあどれぐらいの頻度でどんなものを受けたらいいのかという疑問もあるかもしれません。ぜひ、お1人ずつお話しいただいたあとにです、ね、どんどん質問していきたいと思いますのでスライドでの質問の受付もしています。そそしてのののの検診の大事ささといいうのを皆さん伝わったと思いますので ハッシュタグキャンサー x でぜひあのどんどんつぶやいていただけたら、ここからまた広がることがあると思うので、えー、仲間の輪が広がっていけばと思います。さあ、続きまして、えー、同じく国立がん研究センターでがんゲノムのま第一人者でもあります。真野先生にお話しいただきます。まなさん、よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。えー、国立がん研究センターの真野と申します。今日はあのこの熱気あふれるシンポジウムにお呼びいただいてありがとうございました。 あの今年ですね、日本ではがんのゲノム医療がいよいよ保険で始まろうとしています。で、今日はそのことについてえっ、ー、と簡単にご紹介できればというふうに思います。次のスライドお願いします。次のスライドお願いします。 えっと、私自身はもともと血液内科医で白血病悪性リンパ腫の患者さんを治療していました、その後、がん研究に身を投じて、幸、え、い、ー、にも EMFOLK、a EM l、K、アルクっという肺がんの原因炎症を発見することができました、今日もしかしたら、アルク陽性の患者さんでいらっしゃってる方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、自分の研究で患者さんの命が救われるという経験をあの目の当たりにすることができたということは、とても幸せだったと思います。 歩く融合遺伝子というのが肺がんで生じるんですけど実は面白いことに歩く融合遺伝子アルクは、ね、EML4 という遺伝子と融合して肺がんを起こすんですが、えー、別の遺伝子と融合してアクセルインプッションを起こしたり,起こしたり別の遺伝子と融合して腎臓がんを起こしたりするんですねそうするとこれまでのように肺がんとか腎臓がんとか胃がんとかという分類ではなくてどういう原因遺伝子によって起きたがんなのかということでがんを分離する時代になったと。 それらは全然違う癌だけども全く同じ歩く,歩くの阻害剤が優れた治療薬になるんですね。その国において少なくとも保険で認められている薬に対応する遺伝子変異と少なくともその国で臨床試験が行われている薬に対応する遺伝子変異はどんながんの患者さんでも最初に一度に全部調べて一番いいお薬を選ぶ。 それがゲノム医療になりますで。そういうことが日本でもこれから、えー、ともうあとは何ヶ月後かにはまあ日本で始まろうとしていますで。今日はそのことを少しご紹介したいというふうに思いますで。ゲノム医療を行うためにはその、えー、と病院で,です、ね、患者さんに適正なインフォームドコンセントを取る必要があって適正にサンプルが準備されてそれが 品質保証官のプロのシーケンス機質検査会社に送られて検査をする必要があります。でそういうたくさんのがん関連遺伝子お薬に関連するような遺伝子を一度に検査するキットのことをがん遺伝子パネル検査というふうに呼びます。 でパネル検査を検査会社で検査すればそれでも終わりかというとそうじゃなくてその結果として得られた遺伝子変異のうちその患者さんが持っている遺伝子変異のうちどれがどういうお薬に対応したかということをレポートにまとめて各病院に返してで病院の中でエキスパートパネルと呼ばれる会議体で最終的にこの患者さんはどういうお薬を使いましょうということを決めてもらわないといけないわけですね。次のスライドお願いします でそういうことを日本全国でオールジャパンで行うために、えー、厚生労働省は去年のあ2月にでが、えー、ゲノム医療中核拠点病院というのを11箇所指定しましたでこれらの病院においては貧相消化の、えー、と例えば遺伝、えー、臨床試験とか治験とかが安全に行えるとかそれから遺伝性腫瘍の患者さんに対して適正なカウンセリングができるとかいうことが要件となって重築点が選ばれたわけです。 それからゲノム医療中核病院は11箇所ですので、さすがに少ないですから、それに連携して、保健診療科でゲノム医療を行うためのゲノム医療連携病院というのも指定されて、現在135箇所あります。ですから、今年のどこかでパネル検査が保険で収載されれば、計146箇所でゲノム医療が開始されることになります。 また、連携病院の数は半年に1回見直されることになっていますから、おそらく増えていくと思われますので、かなりの数の病院において、日本でゲノム医療が保険で行われるという時代になると思います。次のスライド、お願いしますで。これは全体の流れをまとめた図ですけれども、左側の中核病院や連携病院に患者さんが受診されて、ゲノム検査を受けたい、それ保険診療の対,応の対象の患者さんですとなったら、 そこからサンプルが取られて検査会社左上ですね検査会社に送られて検査会社からその結果返ってきます一方検査会社から出たシーケンス DNA の延期配列情報はですね CCAT と我々が略称しているガンゲルム情報管理センター、そこのセンター長も私は兼ねているんですけど、Center for Cancer Genomics and Advanced Therapeutics、通称 CCAT と呼んでいます。その CCAT という大きなデータセンターに、その検査会社から実際のシーケンス拡散配列情報が CCAT に集まることになります。一方、C、C には 中核病院や連携病院から緑色の矢印ですけれども臨床情報もそれぞれの患者さんの臨床情報も送られてくることになりますそうするとシーケットにはものすごい数の患者さんのゲノム情報と臨床情報がひも付いた形で日本が国としてそれを蓄えることになりますそんな国は世界にないですから日本はゲノム医療の一気に最先端に躍り出ることになります CCAT で,、C で,ですね、そのデータを使ってその患者さんの変異からはどういう臨床試験が日本にありますかということを調べて一人一人の患者さんに対して左の下にあります CCAT 調査結果というのを各中核点病院にお返しして中核点病院のエキスパートパネルで薬を選ぶ際の参考にしていただきます。でですので、C、に国に国データをたあの、えーと 蓄えることに同意いただければこういうふうなあのケット調査結果がですね各病院に帰って、えー、っと薬の選択に役立てることができますまた、えー、せっかくこうして集まったデータとそれから中核拠点や連携病院という大きなネットワークがオールジャパンでできますので新しい形の日本はやっぱりアメリカに比べると使えるがんの薬が数が少ないですからその薬を数を少しでも最大化するような新しい仕組みをこの システムを使ってやっててやいくつもりですもうすでに、えー、と日本で使用可能な分子標的治療薬のバスケット型の、えー、と患者申し出療養制度というの新しい仕組みなんかもすでに承認されています。次のスライドお願いしますこれが最後のスライドですけれども日本はこうしてオールジャパンで全国の主要病院を結んでがんゲノム医療がスタートしようとしています。 で今それのために c ー c a のメンバーは不眠不休で準備しているんですけれども。 C C にがんその患者さんのあくまでインフォームのコンセントの上でデータをいただきますけれども、いただくと、この CICAT 調査結果、あの国として臨床試験は使えるものを調べて、その結果をレポートして返すという CICAT 調査結果が役立ちますし、それからです、ね、その検査を受けた時点で日本に治験はなくても、後から1年半後に臨床試験がそれに合う臨床試験が始まった場合に CICAT にデータを入れてると、アラートを送るシステムを作ります。でですので 1>, 1年後や2年後でも合うような臨床試験が始まるとその結果が患者さんは知ることができます。またこう日本中のデータが集まってきますから今まで以上にですね日本で臨床試験や治験が大規模に行われるような国になると日本は思います。 それから、しっけと集まっているデータはです、ね、適正な契約の下で、ぜひ他の大学や研究所、それから製薬会社ですね、その方たちもそれ利用してもらって、そこのデータを使って新しい治療薬や新しいバイオマーカーを調べてあと作ってもらいたいというふうに思っています。の えっと外国の製薬会社がアジアで日本に臨床試験をしようということの最も大きなドライドライビングフォースになると我々は考えています。またこのデータはあの日本ががんの医療の施策を決定する上での極めて重要な科学的根拠になるというふうに考えています。以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。まさにオールジャパンで動き出した新しい取り組みをお話しいただきました。 え続きましては川崎市立伊丹病院で緩和ケアの実際にケアに当たっていらっしゃる西先生にお話しいただきますお願いしますコード大丈夫ですか、はい、はい。よろしくお願いします川崎市立伊丹病院で、えー、主要内科と緩和ケアそして病院の外で一般社団法人プラスケアというと暮らしの保健室を運営する会社を、えー、やっています西と申します、えー、今日僕がお話しする話は緩和ケアの話です 皆さん、緩和ケアって聞くと、とてもイメージが悪いと思います。えー、死というものを連想すると思います。実際、僕は、えー、患者さんを見ている中で、大体年間多い時だと4000件の患者さんの生きて死んでいくという物語を見てきました。その中でたくさんの患者さんからいろんなことを言われます。例えば、えー、あなたにだけは会いたくなかったよと。お前が来たことで俺はもう死ぬっていうふうに思,う思われているというふうに思う言われる。あとは あ死神が来たって言われますでそういうふうな悪いイメージがある緩和ケアですけれどもでも実際患者さんにこういうことも言われます、えー、例えば先生が来てくれたおかげで痛みが取れて家に帰れるよありがとうっていうふうに言われることもありますあとは緩和ケアっていうと体の痛みを取ってくれるっていうイメージがあるかもしれませんけれどももちろん心の痛みっていうのもありますなので僕らが見た患者さんに先生と なんでもっと早く来てくれなかったんですかこんなにいいケアが受けられるんだったら私はこんな終末期になってからではなくてもっと早いうちからこの緩和ケアを受けたかったっていうふうに言われるんですね緩和ケアっていうのは決してその終末期だけのことではなく体の痛みもそうですし心の痛みを取っていく医療ですじゃあスライドをお願いします今日僕がお話しするのは最初この話からいきます、えー、緩和ケア病棟とは場所ではなく哲学である はいニセ頭おかしくなったと思っているかもしれません。<laughs> 場所でしょと。カマキャビオドで場所じゃないですか。何言ってるんだと、思想なのかという話なんです。えー、それをどういうことなのかということをこれから説明します、えー。歴史のことをちょっと話します。次のスライドお願いします。はい、この方、誰でしょう。ご存知の方いますかおっ、ちらほらいますね、えー。この方はイギリスで近代ホスピスを最初に作った、まあ、シシリー・ソンダース先生ですね。 方がいらっしゃるんですけれどもまずイギリスでは緩和ケア病棟ホスピスってどういう形で始まったのかまず1960年にイギリスの国民が緩和ケア、要はあの終末期の患者さんたちがで苦しむ患者さんたちがいかに苦しんで亡くなっていくかということが世間にこう公表されたんですね。それでで国民の方々は怒ったたわけですよ私たちが 最後を迎えていくがんという病気にかかって終末期を過ごしていくにあたってこんなに苦しむのはおかしい人権侵害だという話になったわけですそこでそのホスピス運動っていうのが起こり適切な緩和ケアを受けて私たちが苦しんで死んでいかないで済む世の中を作ってほしいでそれを受けて1967年にこのシシリー・ソンダー先生が近代ホスピスっていうのをイギリスに初めて作ったわけですね でそれは場所を作ったわけなんですけれども意味合いが違うんです、えー、もちろんその痛みを取ったり苦しみを取ったりってすることをやったのもソンダ先生の業績なんですけれどもそれだけではなくてさっき言ったみたいにイギリスの国民から起こってきた運動をそこの拠点としてホスピスを作ったっていうのがあるわけですねつまりコミュニティっていうところからホスピスができたんですそれに対して 日本っていうのはって話をしてししいきまますす次のスライドお願いします日本は1990年に保険で緩和ケア病棟っていうのが認められましたそうすると日本はどうしたかというとイギリスのシステムすごくいいって話でそれをで保険では認められたから儲かるらしいって話ですねでそれを病院の中に作ろうととにかくリフォームして緩和ケア病棟を作れる基準を 満たたすすもののを病院の中にに作ろうううというふうにしたわけですだから僕が例えば前,勤め前,前というか詰めた病院とかだとあの一番高い7階がカ和ケア病棟えちなみに腫瘍内科抗がん剤の病棟が6階外科が4階ってするとあの患者さん上の階に行くほど嫌がるんですね <laughs> あの4階で手術をしたあ再発をした6階次は7階 思うって言われてすごく嫌な作りですって言われたことあるんですけどなんかそれ僕作ったわけじゃないからすいませんって言ったんですけどでまあそういうふうに病院の中にしかもそういうふうに7階とかちょっと離れとかとにかく人目のつかないところに看護ケア病棟っていうのを作ってしまったで要は終末期の患者さんを病院の中に閉じ込めて死というものを見えないようにしてコミュニティというものから切り離してしまったんですね それで日本の緩和ケアっていうのは病院の中中心、しかも病院の中に作ったものだからドクター中心、それがイギリスとかアメリカとかだと基本は看護師が中心となっているしコミュニティの中で緩和ケアがあるという考えの中でやられているそこがまず大きな違いなんですね。もう一つは次のスライドをお願いします 緩和ケアをやっていく中で、一番最初、日本の中でもこういう考えがありました。まず抗がん治療があります。手術、放射線、えー、抗がん剤っていうのをやっていきますね。で、そこが終わったら、もうあなたにできることは緩和ケアしかありません。緩和ケアなら病棟に行ってくださいっていうふうに言われます。で、それがちょっとでもさすがにおかしいだろうということで、次のスライドお願いします。 こういう形で最初から緩和ケアが入っていって徐々に徐々に緩和ケアの割合が増えてきますよっていうのがこれはその厚生労働省とかのホームページにも載ってますよね緩和ケアの検証でも必ずこういうのを出しますただこれだと僕はちょっとおかしいと思ってる次のスライドお願いします僕はさっきあの患者さんの声で最初からもっと早くケアを受けられればよかったのにって患者さんの声を言いましたけども僕はやっぱりこういうふうなのがあるべきだと思っていますまず 進行がんっていうふうに診断された時点であなたはどう生きていきたいんですかこれからの人生をどういうふうに歩んでいきたいと思っていますかっていうところから始めなきゃいけないんですねでそれ,はやそれを担うのはやっぱり緩和ケアの考え方なんですよでそれをやっていく中でもしその人の人生を支えるのに抗がん剤が必要だとか放射線が必要だとかそういうのがあればそこに緩和ケアを入れていくっていう考え方が必要だと思っています 次お願いしますでもう一つはそのコミュニティの中で緩和ケアをやっていく方法というのを皆さんで考えなければいけません。1つはマギーズですね、東京であればマギーズセンターというのが今できました、そこであの患者さんがそのがんというふうに診断されたところからコミュニティの中で緩和ケアをやっていく。ただ東京以外のの方も,もちろんいらっしゃると思うので あの例えば、暮らしの保健室ですね、地域の中にあの、今、日本全国に100か所以上ありますけれども、そういったところで、が、え、ん、ー、っていうものを抱えて、私はどう生きていけばいいんだろう、どういうふうに心のケアをしてもらったらいいんだろうっていうことをやっていく、ただそれをマギーズに行ったら、こういうケアを受けられるとか、暮らしの保健室に行ったら、私はなんか助けてもらえるではなくって、ここをどう私たちのコミュニティとして育てていくかっていうことが、あのこれからの緩和ケアにおいてはすごく大事なことなんです、はい、最後のスライドお願いします。 僕の今日のメッセージは緩和ケアっていうとか緩和ケア病棟とかっていうのは決して終末期の特別な場所ではありませんいつでも利用できるコミュニティであることっていうのが大事だと思っていますありがとうございました、はい、西先生ありがとうございました本当にこの今のお話でも意識がガラッと変わった方も多いと思いますありがとうございますさあ続きましては政策のお話も伺えたらと思っていますが、えー、厚生労働省で、えー、大臣審議官 をなさっていらっしゃいます。坂井さんお願いいたします。はい。ご紹介いただきましす。坂井と申します。<laughs> あのスライド自己紹介ってことなんですがあの実は私今、うん 現にがん対策を担当しているというわけでもなく、今日朝朝一番のセッションで、まあ、権力あるいは支配関係を解除したということでございましたので、<laughs> まあ,あのっこ書きでございます、これじじまあ、個人の立場でお声がけいただいたのか、逆に言うとなぜ、がんで私、呼んでいただけたのかな、まあ、自分なりに私、がん対策に思いがあるので、スライドお願いします。ご紹介したいいと思いますあのもう この3分間、全くあの緩く、あのあ<れ>ぼーっと聞いていた結構です、ね、一切施策の情報はありません。<laughs> 誕生からヒストリーが、まず私、生まれましたとかわいいでしょってことは言いたいんです <laughs> で次お願いしますあの最初に私、医療と出会ったのは小学校の時です。運動会の前の日に骨折をしましたと。で、この時にですね、ある人は手術をしろといい、ある人はいや、このままでいいといい、いろいろこう、まあま、惑わされたっていうのが、医療って深いなと思ったと。次お願いします が癌、えー、と出会ったのは中学生のときです、私、祖父母4人おりますが、3人がんに罹患し、2人が癌で亡くなりました、でやっぱりその一番最初、中1のときにあの、祖父、祖父もう7点ばと胃がんでした、手術もしましたが、本当に苦しそうでした、これなんとかならんのかと、誰でも思いますよねとで、その当時、まあ、あの病棟でいろいろ噂話とかって、あの人に言ったらいい、この人はもう散々、まあ、もうがん難民って、もうそのものでした。 だから私は自分も親戚一同にあの医療関係者いないのでやっぱりなんでもっと積極的に医療にかかられないのかこう思ったんです。で次お願いしますなので私の世代は大体ブラック・ジャックかがん回廊のあしたがん回廊のあした今のがんセンターの話ですよこれを読んで俺も絶対外科医になるんだと思って外科医になりました。次お願いいしますすととうことです 私、医者になって3年、あの消化器官やりましたあの、多くの患者さんに本当に囲まれてというかあの、ものすごく濃密な時間を過ごさせていただいて、手術もいっぱいしましたし、がんの,の患者さんあの、お見送りした方も多かったし、サバイバーもおられましたあの、今日前半お話ありましたが、ものすごくいろんなことに悩んで、苦しんで、現場でということをまさにいろいろ考えて、一生懸命やったところがです、ね、一生懸命やればやるほど喧嘩になるんですよ、病院の事務所さんと。 でなんでそんなことやらせてくれないて言ったら、そんなことは厚労省に行って言えと言われて、どこのバカがこうなルールを考えたんだと、まあ、当時思っていたわけです。まあ、そんなこんなで、まあ、話せば長いんですが、あの厚労省に行きましたという話です。でえー、まあ今見た、あお話をし,したような現実を見て、ですね次お願いします。いろんなことを実は経験させていただいて、今日のがん対策につながるようなこともさまざまやらせていただきました。最後にたただ申ししし上げいいいのは次次おお願願まますす臨床でやっぱりあ次お願いします あの臨床ではですね患者さんからやっぱり学んで治療を考えるですが行政は現場から学んで施策を考えるこれ私全く同じだと次お願いします基本的には全く同じだと思っていますですからあのこうまあ厚労省というかこう行政官というのはとかく頭でっかちで何ていうか硬いやつだと思われるかもしれませんがぜひこういう場も含めて皆さんと一緒にやりたいと次お願いします思っています。よろしししくお願いいいたたまます <laughs> ありがとうございました お医者さんというご経験もあって行政との架け橋になっていらっしゃるということで誰に聞いても美穂も,もうこの人、厚労省だったらこの人っていう方が坂井さんなのでつながりたい方はぜひこの後名刺交換なさってください、は。い さあ続いては、患者の立場からお話しいただきます。えー、ご自身もサバイバーでいらっしゃいました、えー。がん患者の連合会の会長でいらっしゃいます。天野さん、お願いいたします、はいあの、ご紹介ありがとうございます。えー、と昨日、鈴木美穂さんから天野さん、スライドないんですか？と言われましたけど、えーと、作ってないのでないです。三 <laughs>、えー、分間程度なので、私自身の経験も踏まえてお話をしたいと思います。えー、と私は、と、二千年、二十七歳の時に、えーと、血液がんの悪性リンパ腫を発症いたしまして、えー、化学療法と放射線療法と。 あとは自家、抹消血、肝細胞移植という大量の抗がん剤を投与するような治療を経験しまして、再発も2回経験しております。なので、私のデータということでいえば、初回治療の時には主治医から、大体いい5年生存率は50%と言われましたが、その後、再発を繰り返すうちに、間質性肺炎を発症したりとか、あとはその副作用の治療とかで、たまたまなんですが、視力を固め失ってしまうとか、そういった経験をして、 でまあ、最終的には5年生存率でということでいえば、まあ、10%から20%程度という状況に、えー、なりましたが今は無治療を経過観察ですで、えー、私は治療を受けたのはもう18年前、えー、なので例えば医学部とか行ってお話をするとですね医学生とか話をするとまだ生まれてないんですけどやまれちゃったりするような経験なので、えー、と結構古い話ではあ,のあるんですけどもやはり医療の進歩ということでいえばかなり進歩している面はたくさんあって。 昔は僕が治療を受けた頃はいわゆる殺細胞性のいわゆる髪の毛が抜けるとか吐くとかそういった抗がん剤しかなかったですけども新しい抗がん剤も生まれてきて医療も進歩してきたしまたあの例えば昨年私また再発したかもということになって1ヶ月半ほど入院してお腹を開ける検査をとか手術を受けたんですけどもその時にやっぱり昔と変わっていろいろ進歩したなということはあるんですがやっぱ変わってないなということもたくさんありました。 1で一つは医療は進歩しても患者さんの不安というものはなかなかやっぱり変わってないなと今も昔も変わってないなと私自身が、えー、最初に入院した時に当時20代だったので当時本当に周りに、えー、同世代の人間もいなくて、えー、と同じ病室のですね、まあ、高齢のおじいちゃんからですね励まされたことは今でも覚えてますけども、えー、そうかと大変だなと。もう俺もせめて え平均寿命までは行きたいと思ってたからよくよくその苦しみは分かるよとか言われてですねえといや僕は平均寿命どころか20代なんですけどという,ようなあの気持ちになってそれも決して悪気はなかったと思うんですけどもやっぱりあの孤独というのは感じましたし自分と同じ状態の患者さんと会いたいということをやっぱり強く思いました。なので インターネットとかが広がって、先ほどもご紹介あったようにマギーズ東京とか、あとは子どもを持つがん患者さんのコミュニティである、キャンサー・ペアレンツなどのさまざまなコミュニティができて、患者同士でつながることができるようになってきたのは非常に大きなことだと思いますが、先ほど西先生もお話があった、緩和ケアということに関して言うと、まだまだ誤解があって、私は去年入院したときも、昔と全く同じこともやっぱりあって、患者さんが痛みとかを訴えたとしても、ですねなかなか訴えない患者さんやっぱりいて、 緩和ケアを,っていうことを訴えるということががんの進行,である進行を認めるということであるとか自分自身はもう助からないんだということを認めることになるんじゃないかという誤解はまだまだたくさんあって医療が進歩してもやはり患者さんの不安というものがまだまだ解消されていないとでゲノム医療はどれだけ進歩してもそういったことを知るためには 正しい情報も必要だけども患者さんの不安を解消するための取り組みっはまだまだ必要だと思っていてそれは患者会である場合もあるけどもさまざまなコミュニティであるとか同じ患者同士のつながりということももっともっと、えー、しっかりしていかないと患者さんに結局、がん医療進歩してもいつまでだっても不安っていうのは解消されないだろうということを強く思っています。えー、以上になりりりままますああががととううごござざいいいししたたは あの最先端の今日はですね医療のお話もありましたのでそのあたりにですね質問が集中しているのでどんどんこれから聞いていきたいと思いますあの先生はい、えー、と皆さんの質問ちょっといっぱい来てるんですけれどもその中でも、えー、切実なご質問ですすで、えー、に今がんのステージ4なのですがゲノム治療は間に合いますかというご質問ですえっと おそらくもうあの今、さっき申し上げたがん遺伝子パネル検査っていうのが2種類、去年の12月に製造・販売承認が認可されてます、ですので、こ今年のどこかで保険の値段がつけば、その時点から日本で普通に保険診療で、さっき申し上げた病院ネットワークでそのゲノム検査が受けられるようになります。 あの今の段階では、えー、それがあの日本で認められるゲノムけガイデンシュパネル検査の保険の対象が、あなんか眼を縛られるのかとか、そういう状況がまだ全然わからないので、我々にも必ずしも今すぐに絶対大丈夫ですということは申し上げられないんですけれどもあの、えーと、全身状態がいい患者さんであれば、えー、とこの今年の 前半ぐらいには保険通りますので多分あの大丈夫じゃないいかと思います、うん、あのまさにその保険適用されたらというところで次のちょっと質問もあるんですけれども、はい、その適用された場合にデメリットや限界についてもその情報提供というのはされていくのでしょうかと、はい、まあ新しい取り組みなので<あ>こうポジティブな情報発信というのは多いと思うんですけど、はい、逆の部分っていうのはどうでしょうか。はい あのゲノム医療っていうのがそのメディアとかでですねあの夢の医療であるかのようにあの言われるのも少し少しじゃなくてかなりあの言い過ぎであってあの本来ならば例えばえっ、ー、と 自分の遺伝子でで恐縮ですけどアルク融合っていうのが肺がんで見つかれば日本で保険診療なんですけどそれが例えば大腸がんで見つかったら日本では自費診療になるわけですねでもそれがこういう保険診療のパネル検査でやってそこで適応外の場合にもそれをえっとえっ、ー、と さっきの拠点とか連携の施設限定の、えー、と適用が承認とか適用が使用という形を認めていこうというふうにま動いてます。で、あのそういう形で本あのゲノム医療が届くことで。 本来ならば救われない患者さんが救われるっていうのはもう間違いないと思います。でもそれがみんながみんなそうかというとそうじゃなくてアメリカでさえです、ね、あ,のあれだけ薬の多いアメリカでさえあのゲノム医療を行うことによって薬にたどり着ける患者さんの割合は大体いい30%ぐらいがアッパーリミットと考えられています。<ー>そうすると日本は使える薬がはるかに少ないですのでやっぱり2割とか下手をすると十数パーセントって可能性も十分あると思います。まあ、それはあの日本で 全国レベルでやったことがないので、正確な数値はまだ分からないんですけど、まあ、そんなもんだと思います。だけ,でだけれども、本来ならばそれがなければたどり着けなかったり、臨床試験とか、たどり着けなかった保険外の適用外の使用とか、いろいろにたどり着ける患者さんのがいらっしゃることもまた事実ですよね。でこういうことをあの国でゲノミリをあの全開保険でやっていくって国はまだに世界にないので、うん、そうするとやっぱり海外の。えーと 我々がこれを通じて日本人の患者さんがん患者さん少しでもお薬を届けたいという気持ちともう一つの気持ちは海外の臨床試験のお薬を少しでも日本に持ってきたいとそしたら日本の患者さんが使うことができますよね。でそれをあの えと日本にくださいくださいっていうんじゃなくて日本にこういうがん全患者の全変異のデータベースがあるんだから例えばある遺伝子 A に対する臨床試験をどっかの製薬会社が作るとそれはアジアの中で日本を選ばない手はないですよね。日本は全部の患者さんの A の変異は C キャットに調べれば2868人いますとか分かるわけですからこんなに臨床試験やりやすい国は世界にないわけなんでそういうそれもそういう形も。 通してあの日本のがんの患者さんが使われる薬の数をもう一番大きくしたいというのがのの、うん、日本にどんどんそういったこうビッグデータが蓄積されていくというメリットのお話でしたけれどももう1つ、えー、とアメリカに滞在中に、ね、23andMe いいに登録しましたとこうしたアメリカの,そのビッグデータも創薬などに生かされるのでしょうかというその日米 のビッグデータのまあ連携といいますか、そういった部分はどうなんでしょうか。あ、それはそうだと思いますね。ただし、あのえっと日本にも同様なあの遺伝子のコンシューマーサービスというか、あの直接えっと一般の人に提供するサービスもあるんですけど、まあそれとこのゲームでは全く違っていて、これはあの医療行為ですから。 あの例えば 23&me がやろうとしてることはいろんな方の多型情報とその人の病気とを組み合わせて解析するっていうことを研究でやるんですよね。 でもこっちはその結果によってもう薬をそれで選ぶとかですねだから医療行為なんでものすごく強い重い責任と信頼性が必要とされます、うん、ですからあの医療行為としての検査とそれから単純に研究レベルで遺伝子を解析するのはもっとあの検査の質もそれから制度保障も異なりますのでそれはあの え遠い長い目で見たら同じようなところを目指しているんですけどもそのリアルにえ行う上でのえと重さっていうのははるかにゲノム医療っていうこれは医療行為保険医療の行為なのでそういう意味では全然違います、うん、ただしえーと日本でそのえーと c ケッ t にこのものすごいデータがたまってくると実際の,の 23&Me とか他のそういうアクティビティに負けないレベルの リアルワールデータが日本にだけけ蓄積するわけですねですからそれはむしろアメリカの製薬会社なんかにもこれをデータを一定の,その条件の下で使ってもらってあの薬を作ることに使ってもらいたいというふうに思ってます、うん、そしてその薬というところでのご質問ですとやはりその日本と海外との格差があると使える薬の数の差があるというところでそれを解消してまあ敵を広げていく方策はあるのかと。 いうご質問なんですけれど、まず現場の立場から間野先生を伺って、さこいさんにはちょっと伺えたらと。はい、はい。あの、まさにそういうことのために、このゲノム医療の全国の体制があるわけですよね。うん、あの、えっ、ー、と。えー。 病院としての臨床試験とかはやる安全性が担保された中核点病院とそれに連携する連携病院っていうのが決まってそのネットワークを使ってゲノム医療が進んでいくわけですのでえとさっき申し上げたような中っ ちょっとあの分かりにくいんですけどいや患者申し出療養制度というあの薬の使い方があってもともと適用外あの承認じゃないような薬であっても、えー、と申請すると,、えーしょえー、と審査して許可されれば使えるんですねそういう制度がもうすでにありますでも患者申し出療養制度は審査に半年ぐらいかかるんであ,<ー>あんまりがん がんの,の制度としてはあの使いにくいんですよね、<laughs> <ーん S 1> そんな患者さんは待ってられないので、今度、日本で使える保険で認められているような分子標的薬をまとめて、それを全部使うような患者を申し出るよう最初に1回通しておくんですね、そうすると、それを通ればですねそのグループの中の病院であれば、そのえと遺伝子員が見つかればすぐにもそれが使えると、うん。 そういう新しい制度が去年の11月にも承認されました、うん。だから、えっと今おっしゃるような。 えと日本でがんの患者さんに使える薬が少ない、それは保険、介護保険なので、やっぱりしょあのえと用心深くなるのはしょうがないので、ある程度、そういうことはしょうがない気がするんですけど、せっかくこういうネットワークを作ったんだから、さっきの患者申し出量制度のように、新しい仕組みで患者さんに薬を届けるチャンスを最大化したいというふうに、私たちも厚生労働省も考えてくださ,くださっていると思います。 井さんの立場かからどうう広げていけそうですかねあの、まあ、ドラッグラグの話はもう随分前から指摘をされていて私があの10年ちょっと前がん対策推進室を作る前の,あの事務局次長やってたのでその時がん対策本当にやってたんですけどもあのその当時からやっぱりあの保険外で使わせてくれと。 あの適応外、それから未承認があまりにも多すぎるという話でしたあの。今の時点でそれが全部解消しているとまではもちろん申し上げられないんですが PMDA の, PM のです、ね、やっぱり機能強化をしたりさまざまな あの申請手続きから始まって実際に申請する承認を得るまでの時間というのはかなり短縮をさせていただいているんだと思いますで申し上げておきたいのは2つのことがあって真野先生もおっしゃってるんですが単純にそのアメリカの例と比較をされるということなんですがやっぱ保険の制度が全く違うんですね。 それはいいところもあるんですが悪いところもあるですから遅いじゃないか数が少ないじゃないかとこうおっしゃるんですけどもそこには実は理由があるんですその理由ごとに少し冷静に見ていただきたいということと究極的にやっぱりアメリカで最初に開発される環境を変えないとラグってこれ理論的になくならないですよねそれで今日あの一番最初のセッションであったと思うんですが日本で治験できるようにしましょうよとそのためには患者さんとか日本の皆さんにそういうその研究治療研究 臨床研究大事なんだということを分かっていただいてそういったことに積極的に参加するということにしていかないと日本で最初にとにかく治験をやっていこうとううしない限りこのラグの問題は究極的に良くなっていかないのでやっぱりそういったことを冷静にあのご理解いただくことがすごく必要かなというふうに思います,そうです、ね、もうまさにキャンサー X の変えられるという意識の部分ではそのデータ提供に対してまあポジティブなこう意識を持つということは今日本当に私自身も変わった部分ですし皆さんと共有できたところかなと思います。 そして、て、えー、先生にご質問も来ていますね、えー。緩和ケアの病棟が哲学であるということだということですが病院にかわ関わって少ない、えー、一般市民の立場でも何かできることはあるでしょうかということです。 はい、ありがとうございますあの先ほど僕が言ったみたいな形であの、まあ、今日はすごくグローバルな話を聞いてておすごい面白いなと思って聞いたんですけど、はい、あの僕の話はもっとすごいこう地元みたいな話でコ,コミュニティっていうところからちっちゃい話なんですよすごく、ね、<laughs> だけど皆さんにとっては多分そっちの方があのいいことたくさんいいことたくさんてか関われることたくさんあってそのコミュニティの中で緩和ケアをやっていくっていうことは緩和ケア病棟とかっていうところ とその地域っていうところをどう関わっていってその地域の中で自分たち何ができるのかってことを考えてもらいたい例えば、あまり今日時間ないので全部言えませんけど例えばアメリカのシステムとかでいうとそのがんっていうふうに診断された患者さんに対して地元の方々のボランティアみたいな方がサポーターとしてつくんですねナビゲーターって形でそのナビゲーターの人はもちろん教育を受けてやるんですけどそれはが,がん。あの 医者とか看護師とかじゃなくて非医療者の方がついていってその患者さんの情報を集めるサポートだったりえその相談に乗ったり不安を解消したりでそのサポーターをさらに看護師とかが。 こうマネジメントするみたいなそういうシステムとかがあったりすするんですだからそういうい形、例えばですよあのそういったこととかっていうのをじゃ自,分自分たちのコミュニティではどういうふうふにやっていけばいいのかみたいなことを考えていくらそのがんの診療が進歩したってさっきねモンさんがおっしゃったみたいに患者さんが不安だったりこのがんっていう病気を抱えてどうやって生きていったらいいんだろうとかそういったことに関してはやっぱりまた別のアプローチでやっていかなければいけないと思っていますのでそういったところでそのコミュニティの中で皆さんができることたくさんあると思います。そうですねでその、まあ 意識とというところでもう1つ、に先生に、はい、来てるんですけれども、いっぱいあるんですけれども、ちょっとチョイスさせていただきます、えー、その病は木からなんていう言葉ありますけれども、実際にその緩和ケアに当たっていらっしゃって、その患者さん自身の治療意識が変わることで、最終的なアウトカムが変わる可能性について、ご意見いただけますかというご質問でですすすねねはいいありがととううございますあのいい、うん、そえですね。えーとですね がんが寿命的なことでいうと、えー、その気の持ちようでがんが小さくなるみたいなことっていうのは、まあ、あんまりないんですけども、えっと、結果的にその病はからで病気のことを考えないで済むとか、えっとまあ、考えないで済むのはちょっと、まあ、無理なんですけど、えっと、考える時間が少しでも減るとか、えー、さっきの僕のフレンドの中ちょっと紹介しなかったんですけど例えばがんって病気を持っていって 持っていてもその持った状態で、えー、自分の生活と日常を普通に過ごしていけるっていう方々がたくさんいてそれをやっていく中で例えば僕が言われたのはあの先生って言って僕私はそがん、えー、っていうものが必ずこうこう再発してくることが分かってますとでそれが昔は怖くて怖くて仕方がなかったんだけれどもそのコミュニティっていうのがさっきのクラシオン保健室とかねそういうのができて支える人がたくさんできたことで私は 癌になってもいいと思えるようになりましたって言ってくれたんですね。で僕はそれはすごくあのありがたい、僕にとってありがたいし、その患者さんの意識が変わったっていうことがすごくまあ興味深いなって思ったんですけど、癌になって怖くてこれ仕方がないのがこういうコミュニティの中で支えられてる自分っていうのがいることを認識できたことで、癌になったとしても怖くないっていうふうに思ようになったっていうのはすごくその人の力になっているのかなっていうふうに思いました。はい、ありがとうございます。そして天野さんにも質問が来てまして。 20代初めで治療を受けて、まあ、当時患者として感じた違和感とか不便さについて今も変わっていないことあるいは改善されたことっていうのがあれば伺いたいですということですがどうでしょうか例えば、まあ、変わったことで言えば、ええ、何について昔は僕が治療を受けた頃18年前って同じ病室でも告知を受けている患者さんと告知を受けていない患者さんとかがいてあの結構大変な時代だったんですよねでも告知を受けていない患者さんはやっぱり自分では 僕が少なくとも出会った患者さんはみんな自分が非告知であっても自分ががんであることに気づいていて、まあ、自分が気づいているということを家族には言わないでくれと医師に頼,んで頼み込んでいたりとかうそういった不幸な時代があって、えー、とそれに比べると今はまだがんということについていろんな人が語り合える時代になりつつあるなという面は変わってきたなと思うんですでも先ほども言ったようにやっぱ不安というのはなかなかやっぱ解消されない面があってで僕自身今日患者の立場で来てますけども えっと僕自身、最初自分が患者がんになった時にやっぱりいろんなことができなくなるとかできなくなることがいっぱい増えていくというふうなところに意識が向いていてなかなかその自分の自身に前向きになれない部分があったんですけどもやっぱり、まあ、あのがんはもちろんがんになったことは変えられないけどもがん,がんになっても心まで支配されることはないだろうなと思えるようになった時があって、まあ、それは時間がかなりかかったんですけども時間の経過でそういうふうに感じられるようになった時があって。で やはり一番知りたかったのはもちろん例えば正確な情報も重要なんだけども例えば5年生存率のグラフとか見てて元気になるって患者さんや家族で絶対いないと思うんですよね。でも情報は必要だけどもでもで本当にやっぱり患者さんの力になるのは自分と同じような経験をした人ロールモデルがあるということが力になると思っていて。 あそういったロールモデルがあれば自分もこういうふうになれるかもしれないということがあっていろいろ参考になる部分があるのかなと思っていてだからこそ、えー、例えば海外ではペーシェンツライクミー自分と同じような患者さんを探すというふうな、えー、コミュニティがあって先ほども言ったようにキャンサーペアレンスとかさまざまなネット上のコミュニティができてきて患者同士がつながれることっていうこともあるし患者はただ単に一方的に治療や施しを受ける立場じゃなくて患者,で患者の経験自身に価値があって。 それが他の人の力になる場合もあるということはもっと知られていいなというふうに思っています,そ,うです、ね、そしてあの磯田さんにもご質問したいんですけれども検診といってもいろんなものがありまして国から来るものは大体40歳以上というものが、えー、ほとんどですけれども。 年齢としても若いときから受けたほうがいいのかあるいはどんな研修を受けたらいいのかという素朴な疑問もぜひ答えていただけたらと思いますがん、はいえー、検診に関しましては基本的にあの厚生労働省の方で出しているこの対策型がん検診として推奨されているものこれに関してのそのがん種だったりとかその方法あとは対象年齢と受診間隔これをあのに沿ったものを受けていただくのが一番いいかと思います。あの新しい検診のの方法も今でき それが必ずしもダメというわけではないんですけれども例えばその新しい治療法ができたっていうのをこうイメージしていただければちょっとイメージしやすいかなと思うんですけれどもこう新しい治療法ができてそれが実際に標準治療になるまでには臨床試験を行ってその有効性だったり安全性を確かめるでそれが今の標準治療に比べていいのかどうかを調べるというようなこうステップを踏んでそれから標準治療になるのと同様でがん検診に関しては してもその死亡率の減少効果が本当にあるのかどうかあとはその利益が不利益を上回っているかどうかというのを確認して何歳の人にやればいいのかというところもこう十分検討する必要がありますあのがん検診の難しいところは早く見つければ必ずしもいいというわけではないということなんですねその不利益があって例えばその過剰診断というのがありましてあのその 本来だったら進行が遅いがんに関しては治療しなくてもよかったのかもしれないようなものもあります。亡くなってからそのがんに罹患していたことが分かるようながんもあるのでそういうものに関してこう副作用とかもあるのに本当に治療が必要なのかどうかとかあとはがん検診の不利益であの。 間違ってがんと診断されてしまうこととかっていうこともありますというのもあるので、まあ、その利益と不利益のバランスを見て今推奨されているものを基本的には受けるでもあの必ずしもその新しいのがダメというわけじゃなくてそれについてもこう今効果を調べている研究がたくさん進んでいまして例えばそのと胃がんだったら2年2016年に新しいと。 内視鏡が導入されました。で、こちらはもう指針の方でもあの推奨しているので、受けていいが。 眼検診ですあとはマンモグラフィーにエコーを足すであるとかあとは大腸がん検診の便潜血に内視鏡を足すとかということに関しても今臨床試験が進んでいましてその結果次第ではこれから導入されていくと思いますで今どうしてもその視診外の検診を受けたいという希望のある方につきましてはきちんと医師に相談してその利益と不利益をきちんと説明を受けて自分が例えばその心配だったりとかあとはその遺伝性のがんが疑われるようなこととか そういうことをこう相談した上で、あのしっかりこう判断していただければと思います。うん、今、の過剰検診というところですけど、年に一度のペースぐらいで検診受けているという方手を挙げていらっしゃいますか？開けていただけますか？年に一度が多分、ほぼは多分メジャーなペースだと思うんですが、それぐらいのペースでいいということ。あの胃がんとあとにえっと肺がんと大腸がん。 胃がんはちょっとあの今は1年に1回から2年に1回に変わってますけど内視鏡が加わって今、ちょっと移行期で1年に1回のところと2年に1回のところが自治体でも混ざってるんですけどそれに関しては1年に1回であと乳がんと子宮けがんに関しては2年に1回の間隔で受けていただければと思いますあのさん。ああののさん がんの,の治療の方法というのがまさにカスタマイズされて個人個人に合った治療というのがこれからのまあ主流になっていくと思うんですけれどもその検診とかについてもあなたはこういうリスクがあるから今後もっと半年に1回ぐらいは見た方がいいですよとかそういったところまで連動するような時代は来るんでしょうか。 必ず来ますねあの、えー、と例えば私の皮膚にもですねあの皮膚がんのメラノーマの卵みたいなのがたくさんいるんですよね。<ー>でそれが多くの人はがんにならないまま別のことで天井を全うすることができるわけですけどそういうふうに全がん病変みたいなものは、えー、とみもうここにいらっしゃる皆さんの全員お子様別として全員のどこかに。 ありあって、それは癌にならないまま別のことで天井を全うされるわけですね。で、そういう時の前癌病院のうちどれが本当に癌になる発症リスクが高いのかとか、それからその人の持って生まれた遺伝情報によってどこの臓器の癌の発症リスクがあるのかっていうことが 今は、えー、と例えばあのえ、えー、遺伝性乳がんのアス症候群とか臨ン症候群というふうなことが有名ですけどこれからますます、えー、そう遺伝相因というものが分かってくると思いますので、はい、それに基づいてカスタム個人個人に最適化されたがんの予防法というのも必ず作られていくと思います。 はいその辺りねあの天野さんも含めて皆さんが望んでいる世界だと思いますでは最後にですねこれだけは皆さんとシェアしたいというここにいらっしゃる皆さん本当仲間だと思いますので一言ずつ溝田さんからお願いします本日はあの一緒にがん検診を進めていただける仲間を探しに来たということでどうその 眼検診いろいろな立場の方から一緒に加わっていただければもうどんどん相乗効果で広がっていくものだと思っていますで私たちはあのそういう一般の方とのつながりがあまりなかったのでぜひお力をお借りしたいと思っていますで今日こんなお話をしますよということを伝えたら NHK の合点の,のデスクの方もだったらぜひというのでちょっとあの会場に来てくれていまして私の上司もわざわざぜひということで来ていますのでぜひお力をお借りしてがん検診が広がればあとがん予防の方も同じ手法でやる れるというふうに思っていますので、ぜひあのご協力お願いします。はい、ありがとうございました。そしてマノ <laughs> さんお願いします。 ことし、がんのゲノム医療が日本で始まるわけですけど、まあ、いくつか多分あの今は予想もしないようなトラブルも起きてくると思うんですが、これは日本にとってものすごく大事な、あのこれからの子どもたちや孫たちの世代に向けても、非常に大事な制度だと思いますので、ぜひ皆さんご一緒に、あのゲノム医療を日本で根付かせるようにしていただきたいと思います、それに向けて我々一生懸命努力します。 でただです、ね、あのえー、と私も心はがん研究者なんですねで、今さっき言いましたように、がんの,の薬がすごく有効なお薬があるのは3割ぐらいの患者さんしかいなくて、他の7割はまだそんなに有効な薬がそんなにない状態なんですね。それを あの、慣れは少しでも、六割、五割、四割って減らしていけるのは、やっぱりがん研究だと思います。がん研究が、新しい薬や、あの、診断を作ってくれると思いますので。その、基礎、基礎的ながん研究に対する、ご支援というのも、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。続いて、西さん、お願いします。はい、ありがとうございます。えっと、僕が言いたいことは、もう非常にシンプルで。 あの僕がやりたいことは地域の中で緩和ケアをやっていくにはどうしたらいいのか緩和ケアという言葉を使わないで緩和ケアを地域の中に溶け込ませていくそれは皆さんの力一人一人ができることでもあるし一緒にやっていきたいと思っていままますすよろししししくおお願願いいいありがとうございました佐古井さんお願いします。 あの私ももう冒頭にも申し上げましたが、あの行政いろいろあの、まあ制度も絡みますけども、まあパートナーだということで。あの末永く、あの私たちも頑張りますので、皆さんと一緒にやっていきたい、そのことをぜひ分かっていただきたいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。そして、最後に天野さん、お願いいたします。えっと、自立、自分で立つって書いて、自立ですね。自立するっていうことは。 助けてほしいと言えることだという言葉があるんですよねつまり誰か自分で一人で抱え込まずに繋がることによって、えー、さらに力が得られることもありますし今ネット環境が整ってきていろんな方が繋がれる機会が増えてきたので一人で抱え込まずにさまざまな方と繋がることで、えー、少しでもより良い社会を一緒に作っていければと思っていますのでぜひよろしくお願いしますありがとうございましたはい、ありがとうございましたちょっと時間超過してしまいましたが今一度皆さんに大きな拍手をお送りくださいありがとうございました